い最新不動産情報。はいどうもベトナム生活芸人 WC しんすけです。今回はフレスタさんヌイチュックに来ております。ほら最新真の本当最新のやつです。1週間しか経ってません。まだできて1週間、できて1週間、そこを紹介できるわけですから、それを紹介できるのもエナセツさんのおかげですよ。クレームがあるぞ俺は。何いきなりクレームだぞ。見てる方に、見てる方へのちょっと見てますって僕に言ってくださることは非常にありがたいです、はい、この不動産情報を見て、家決めました、聞いてます。ただN アセスさんじゃなく違うところを選んでるっていう。なぜ手順かかんないですよ。上乗せしてないですよ。だからそのもうあそこで発表した金額ってことでしょ。そうそれで借りれますから。僕もね高校の同級生の馴染みでやっぱやってるんですから、頼んますよ皆さん頼んますわ。下のねリンクの方から問い合わせしてくださいよ。まあでもまあ皆さんには選ぶ権利はありますから、もちろん選ぶ権利がある、はい、その自由までは奪わない。ただ持ちつ持たれつやっていきましょう。よろしくお願いします。僕も紹介しますから一生懸命、はい、今回の物件はですね、なんと動物 OK です。動物 OK って言うとなんか象まで、象がねこうやって買ってくる人もいるかもしれんけど、象でいいかって。おいそれ一人でめっちゃ喋るやんどうしたはい、いやでもねペット猫ちゃん OK です。これ嬉しくないですか。今だってね猫ブームでハノイの方でも買ってる人はたくさんいると思うんですよ。それをねここは受け入れてくださってる物件なんで、ワンちゃんはちょっとごめんなさい、はい、NG で。猫ちゃんは OK なんで行きましょう。早速中行ってみましょう。広い。早いな。嘘くさくなるから。1回入ってるからだって今日めちゃくちゃ正直太郎やな。もう嘘はやめようと思いました。もう全部正直にいきます。でもマジで広くない？ワンベッドルームに入ってきたんですけれど、このリビングがマジで広いと思うわ。抜けてるもんなんかパーってで、作り的にさちょっとスクエアタイプというか四角形だけん、なんかこう右も左も、右部屋左部屋両方広い。びっくりした交互に見らんのかなって思っちゃったスクエア型って言ってるけど、こういうのって L 字って言うんじゃない？まあだからほらリビングは L 字だけどさ、部屋の全体像で言うとスクエアな感じ、四角形で全部の部屋、そうなんかねいいよね、これの形もね。まあなんか使い勝手良さそう、でもでかい鏡ですよ。なんかワンベッドルームとかこう単身者向けでこんなでかいのあんまないけんさ、これ嬉しいね。一人でこう男性の方でもカッコつけていけるって、身しなみチェックね、はい、チェックですよ。でいい作りしてます。なんか変な触り方はい気持ち悪いけどしてみます。で、はい、気づいた？何？この床よ、ウッド調ですよ、はい、これリビングとかではさ結構この石というかが多いけど、はい、やっぱ日本人の方がこう選びたくなるようなウッド調でやっぱさ落ち着くしさ、でハノイとかってなんかこう冬もあったりするけん、うん、やっぱその石だとちょっとひんやりしてね寒かったりするよ。だけどこれのおかげでね寝れる。あーでも広さが際立つでしょなんかいいのよこのウッド調めっちゃいいわ。うんいいね。靴箱も単身者用にはもう十分の広さですよこれは。はいでウォーターサーバー、そっかフレッサさんってこれだったね。確かにウォーターサーバーも置いてくれとらしたね、うん、前回も言いましたがやっぱさすがですよ日本クオリティ。まだ誰も使ってない。なぜなら1週間しか経ってないから。杉本さんがいないけどな、うん、まあやっとくか一応。ちはソファーのね、杉本さん、せーの、当たらないんですよね。怖い怖い怖いもう何かしらやってる人じゃないと無理よ一人にしてはさ、このソファーめっちゃ広いんじゃない？いや、だいぶもうソファーベッドぐらい、うん、長いもんだって。長い、うん、テレビもでかい。あ、結構これでかいわ。正直うちの家よりでかいよ、このテレビ。うわー、空気清浄機も置いてありますよ。いや、いいね、マジで。設備がすごいぞこれは。うん、フレスタさんすげえな。で、収納もね十分。ここも収納ですからね。これも収納ですよ。ほら、はい、全部収納。こちらはキッチンスペース、冷蔵庫と電子レンジもありますし。キッチンスペースはさ、タイルにしてるのよこれ。なぜか分かりますか？分かりません。ひんやりを感じたいためです。違うだろお前、料理せんな。その感じはひんやりを感じるためです。なんで料理中にひんやり感じたい？こっち、あ、ちょっとあったかい、でもちょっとあったかすぎるなーって言って、あ、冷たい、あ、気持ちいいって、気持ちいい気持ちいい気持ちいいって。その耳たぶみたいなとこじゃないからこうどういうことよ。掃除をしやすいということでしょ。いや、まあそう、まあまあそういうことでもあります。だからやはりそのね、水気がさ下に飛び散っちゃう可能性があるから、下はタイルということですよね。お客さんを考えさせる手法ですよ、私の。まあね、単身者用ということで二口コンロで、ここも広いね。シンクもね、こう洗って置けるという、うん、はいと、ちょっと炊飯器もありますと。で、やっぱりサービスアパートメントということもあってね、こう食器類もたくさん揃えておりますし、収納も広いですよ。上も収納だからね、広い。下もやしね、うん、いや広いわ。続いていってみましょう、はい、こちら来たよ、見てくれよ、出ました、ウォシュレット付き。激アツやん、激アツです。いや、浴槽ありますよ。これも嬉しいポイントよね。ワンベッドルームで浴槽をちゃんとスペース取ってくれてるっていう、やっぱこの日本人の気持ちが分かってるような部屋ですわ。いいですね。さあ、そしてベッドルーム行ってみましょう。エデンベッドルーム、ベッドも広いです。で、日本を忘れた頃に日が昇る太陽、これで日本を思い出せます。そして収納も広めにございますし、で、セキュリティボックスも完備という。そしてベランダもあります。まあ外がねがっつり見れるベランダではないんですけれど、こう空気のね入れ替えみたいなのはこうできるようなベランダになってますね、うん、で、まあね、外に干せない分やっぱ乾燥機もついてるという、だからその辺も心配なしと、うん、いや、ハノイってこのゴルフ練習場があるのが当たり前なん？いや、同じ系列だから、前のやつと。すごいね。フレスタは、うん、多分どっちもだからあるよね。フレスタの前紹介したとこと、フレスタヌイチュックはあるってことよ。すげえ。いや、これは嬉しいわ。だってハノイの日本人の方とかもね、結構ゴルフする方多いし、やっぱやっとくか、俺が成長したぞっていうところ見せておきますよ。練習行ってるの？練習は頭の中でしてます。あ、イメトレだけ？イメトレです。それで成長してるの？これはこの上もね、やっぱ下手くそ用にも上ちゃんとありますから、飛び出さないようにね。行きますわ。赤に当てますよ。赤にブルーいきますよ。当たったんじゃない？ちょっと、いや、めちゃくちゃ低かったしはい、そしてこのスタジオタイプもね形がありますね。で、こっちはベランダがほら外がこう抜けて見えますんで、まあ、こういうね外見たいみたいな方はこのスタジオタイプ選ぶのもありですね。そしてこちらが2ベッドルームになります。もう、まあ、作りとしてはね、家具の感じとしては同じですけれども、で、見渡しのいいベランダ側で、こちらがスモールベッドルームではあるんですけれども、今はこう書斎的な使い方にされてます。で、ベッドを入れたいという方は無料で入れれるみたいです。これを変えてくれるんだ。そうそうそう、変えてくれるっていう。はい、こちらマスターベッドルームですね。これ収納もありますし、で、こっちにトイレと浴槽もありますと。だからここは浴槽付きのお風呂とシャワールーム2つ付いてるんですね。そうね、確かに。いや、めっちゃいいわ。2ベッドルームもマジでカップルとかさ、1人のねお子さんとかだったら住めるよ。めちゃめちゃいい。全然広いからね、別に一家族で住めるだろう。いや、住めるよ。家賃を当てたらタダで借りれるコーナー。はい、やってまいりました。このコーナー、もうハノイに借りれるわけだからねハノイに住まわずとも俺は借りれるっていうことだからね。当てたらね、もう約束してますから N アセスさんとまあね、さっきもいろいろ話しましたが、ウォーターサワーは1ヶ月に3本、はい、交換してくれるみたいですね。あと日本のテレビも38チャンネル見れると。はい、それもサービスで入ってると。あとベッドのシーツ交換が1週間に1回、洗濯ですねと、普通の洋服の洗濯は週に3回。だからもうほとんど洗濯機とかね、あんまり使う必要ないかもしれませんが、いやでもスポーツした後のこう汗とかさ、雨急に降られてびちょびちょなやつとか、そうね、すぐ洗いたいじゃん。そうですよ、そういう時のために便利なんですよ。このフレッサの周りにも日本食屋だったり飲食店通りもあるみたいですね。飲食店通りとはその日本食屋ってこと？残房通りが飲食店の通りみたいです。だからそれも徒歩圏内にあるから、本当に暮らしやすい場所ですよ。朝食も平日と土曜日食べることできるんですよ。それもインクルードだからね。ちょっと高そうな気がするわ、そんだけ入ってくると。前回何だった？前回いくらだった？いや、それは覚えといてよ。ワンベッドの広さで言うと同じぐらいだったと思うよ、前回と。これぐらいだったよな。なんか形はね、形が違うからね、違うけど広さは同じで、トイレの感じとかお風呂の感じは向こうがちょっと広かったかな。この辺って林蘭とかまでどれぐらいなんですか？タクシーで。移動すると多分10分かからない。あ、10分もかからないんだ。日本食屋が多いところで、金馬は近いですよね。この辺りはもうすぐ金馬ですよね。あ、なるほどね。ちょっとマジ分からんくなっとるんよね最近。サービスアパートでしょ。決めました。はい、それでは$900。うわ、どう高すぎ。900。いや、800。でもつくもんめっちゃついてるから。そうなんよね。いや、ご飯ついてるっていうの結構でかいと思うけど、だって土曜まででしょ。そう、1週間で6回朝食ついてるってことでしょ。そうなんよ。だったら全然ありえるよ、その900とかも。もっともいけるよ。水道代はタダですか？タダです。水道代タダだもんね。電気代だけ払いますか？850。ちょっと刻む850ドルお願いします。正解お願いします。朝食なしだったら正解ですね。朝食込みだったら950円です。あー、うわーマジ当ててるやん。絶対俺当てれたやん。マジでもう分かってきてる。いや、さっき分かんなくなってんだよねって言ってたのに。なるほどね。いやマジで、いやだからうわ当てたかった。いやでも本当惜しかったね。だって朝食の話をあんだけしなかったら、だって朝食入りでやっちゃってるからこっちは確かに朝食なしだったらだって850円。でもそれ選べるんですね、朝食ありなしを。はい、そうです。朝食なしです。何が850ドル。はい、そうですよ朝食なしで850ドル、朝食ありで950ドル。まあでもそりゃそうよね。だって朝食ってマジ普通にご飯代だもんね。そうでかかってくるっていう。うわ、そっか。いや、いいですね。いやもうフレッサーさんね、もうできて1週間ですから、3ベッドルームもう埋まったらしいです。だからもう1ベッドルーム2ベッドルームもすぐ埋まると思うんですよ。なんでお早めにご連絡ください。気になった方はこちら下のエナセツさんの方にご連絡くださいませ。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。